も聞きたいし、ドキドキだし、理由なんてものは単純、不器用な人見知り病です。推しの鏡見てよ、恋に恋してたこともあったけど、好きな人なんて作れなくて、友達ばかりとはしゃいで笑って、ごまかす一人にです。いいのこれで、恋なんて誰かがして、勝手にやきもち焼いて、恋が始まるおまじない、教えて、なんてバカみたい。おはよう寝癖ついてるよってクラスの男の子、初めて声をかけられたから驚いちゃったよ。毎日は少し退屈で、ミルクでパンダと白熊は夢を見てるよ。もしも好きな人ができたなら手をつないで帰りたいな。少し照れくさい夢なら分かってますよ、一人ごとです。いつかきっとやきもちをして焼かれて、女の子はみんな持ってる、そんな普通の気持ち。
出すよこのページもあの時のページも僕らの初恋でした秘密だよ君の長い物語の中に僕は少しでもいられたから君と僕との物語が少しだけ重なってて欲しくて今はもう子供じゃないけれど残り10センチの勇気